はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の定積分丸一基本編をお送りします。で、ついにね、定積分スタートです。で、ポイントは特になしにしてあって、問題6問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、あと定積分って何だろうみたいな話を聞きたい方は、ぜひね、今から自分が説明していきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。いやー、これでね、プラス C 書き忘れたらどうしようっていう、その動画撮る時の不安ね。テンション上がってるとね、プラス C 忘れそうになること結構あって、その不安から解放されます。つまり、定積分っていうのが始まると、プラス C、今までね、不定積分定数だったプラス C がなくなりますと。で、見た目似てるんですけど、まあ、パッと見ね、何かが違うって、インテグラルの横に数字がくっついてるんですよ。これだったら1と3って数字がくっついてます。で、一応名前の確認です。数字、上の数字、今だったら3ね。上の数字が上端です。で、下が下端と言います。上端と下端ね。で、やり方として、まず1番解いちゃいます。やり方としては、気にせず、もう1と3はないものだと考えて、X を積分してください。つまり今までみんながずっと練習してきた不定積分のやつがここで生きてきます。で、X を積分すると、2分の 1X2 乗ですよね。で、プラス C はいりませんもん。定積分になった時に。で、これを、こういう風に囲みます。こうやって。で、今あった上端と下端の1と3って数字をここに書くんです。これが解く時のやり方。で、どうやるかっていうと、今、まず上、上端の数字、3ね。3を X に代入します。つまり今、9になるから2分の9ですね。代入すると、2分の9。上端を代入したもの、引く、下、下端を代入したもの。つまり2分の1。なら2分の8になるので、これ答えが4と、こうなります。以上です。これが定積分。いいかな。でですね、まあ、積分の話、軽くね、触れておきましょう。積分ってね、何ですかって言われたら、積分って面積なんですよ。面積。どういうことかっていうと、今、X、つまり Y イコール X ね、っていう、関数の面積を考えていきます。で、Y イコール X って、ここですよね。原点通る、こういう、直線になってると。で、これの、X が1から3まで。いい。X が1。ちょっと大きく書こうか。せっかくだしね。こんなに、特に携帯、スマホで見てる方は見にくいね、これだとね。よいしょ。ちょっと第一象限だけにしちゃいましょう。この辺でいいか。よいしょ。で、X が1。ちょっと大きめに書きますね。で、1の時 Y 当然1ですね。で、3の時。3の時 Y も3ですと。よいしょ。こんな感じ。で、面積何かっていうと、Y イコール X の X が1から3まで。1から3までの、この直線と、X 軸に囲まれた、ここの面積のことを表してるんです。積分っていうのは。ここ。今これ、1と、この縦のね、直線は平行なので、これ台形になってます。台形なので、上底、ここの長さ1ね。1。下底3です。で、高さはここだね。高さは3から1までなんで2ですね。公式に当てはめましょう。神々か。かっこ上底足す。仮定か、かけるでしょうか。かける、高さかける2分の1。これ台形の公式ね。計算すると4。ちゃんと4になってるでしょ。積分って面積なの。いいかな。で、これは、覚えておいた方がいいです。覚えておいてください。こういうことをやってるんだって。一回一回もちろん全部ね、関数のグラフ書いて面積出そう。そんなことはしなくていいから。しなくていいんだけど、積分っていうのはこういうふうに面積のことを考えてるんだと。いうのはね、頭に入れた状態でぜひね、この後の問題もやっていきましょう。では戻ります。2番ね。で、この、まあ、インテグラルね、まあ、積分やった問題っていろいろ使える技というか、やつがあって、例えばシンプルなんですけど、これね、3って、まあ、係数くっついてるじゃないですか。これ前出せます。まあ、ほんと知っとるわって感じすると思うんだけど、こうやって3出して、マイナス2の
1から x4 乗 dx と、こうやって書き換えることができますよと。つまり、3を前に出しておいて、カッコ x4 乗やると、5分の 1x5 乗、マイナス1から、あ、マイナス2から1までか。こうやってできます。で、積分って分数たくさん出てくるじゃないですか。さっきはね、普通にこうやって入れちゃったんですけど、これね、1回1回入れるよりも、例えば、もう5分の1を前に出してしまって、5分の3を置いておくの、先に。5分の1と3で5分の3ね。そうして、1を、入れる。x5 乗の x に。そうすると1だよね、5乗すると。引くことの、マイナス2を5乗すると、いくつだ？マイナス32か。つまり、マイナスマイナス32になるから、プラスになって、こうなると。これが楽だと思います。このまま入れちゃうとさ、5分の1プラス5分の32になる。まあまあ、そんな、ミスんねえよって思うかもしんないんだけど、こういうのがまあ楽かな、角としては。で、33なんでかけると、5分の99か。これが答えになります。まあ、こんな感じでやっていってください。さあ、2の t 乗です。2の t 乗の積分、皆さん覚えてますでしょうか？E はね、割と出てきやすいんで、パッといけるかもしれないですけど、この整数の t 乗、これ、整数の t 乗って、今2がね、ここにあるから、ログ2が下にくっつくんだよ。で、2の t 乗はその上に乗るっていう。ちょっと久々な感じがしますけど。の0から1、こうなります。で、代入していきましょう。1を入れると、ログ2分の2、2の1乗だからね。引くことの、ログ2分の2の0乗になります。0乗は1だね。1。で、こうなるから、まあ、ログに下揃ってるからね。ログ2分の1。2引く1で1になるから、これで終了。と、こんな感じ。ちょっと5番がね、詰めちゃったけど、ごめんよ。いいかな？で、次っす。x の3乗分の 3x。積分めんどくさそうだなって感じがするんですが、ここで注目してほしいのが、この乗単と加単の数字ですね。乗単と加単が同じ数字になったとき、これはどんなものが中身になっていようが、積分した答えは0です。これね、さっきの面積やるとイメージしやすいですね。例えばどんな関数、直線だろうが曲線だろうが、どんな関数でも、x が2から2まで。ないよね。面積なんか作らないでしょ？だから面積0じゃないですか。だから絶対0になりますよと。これも覚えておいてください。で、今回問題には入ってないんですけど、これね、ちょっとこっち出すよ。乗単と加単の数字入れ替えることができます。まあ、他の問題で使う技なんですけど、入れ替える。つまり、マイナス2から1になってたのが、1からマイナス2とすることができます。で、こうやって中身もそのまんま書いていいんですけど、乗単と加単をひっくり返した時に符号が変わります。今、プラスの状態なので、こいつマイナスにすれば、乗単と加単入れ替えることができるので、これも覚えておいてください。では、サインですね。まあ、ここからちょっと使っていきましょう。ちょっとこっち出しますね。よいしょ。で、まあ、6は前に出しておきましょう。出して、イコール。出して、サインに x を積分していくと、サインはマイナスコサインになります。で、マイナス、コサインに x になるんですけど、まあ、2でね、置換使ってるので、余分に2分の1が出てきます。2分の1。で、それは、ここに書くんじゃなくって、6がいるからさ、あ、こいつと消せば3にできんじゃん、みたいな感じで、こう3にしちゃいましょう。で、0から、4分の、π ですね。4分の π、45度か。で、入れていきましょう。まず、ちゃんと書くか。3、カッコ、コサイン、ここに入れると、2分の π になります。2×4 分の π で、2分の π、つまり90度です。コサイン90度は0なので、まず0。0。引くことの、0を入れると、コサイン0は1です。1。だけど、ま、マイナスがいるんでね。マイナス1になるから、マイナスマイナス1で、こうなる。つまり、3×1 だから、答えは3になりますよ、と。で、ラストです。さあ、サイン2乗 x の積分。皆様、ピンときますでしょうか？ここは腕の見せ所ですね。まあ、ずっと動画を使ってくれてる方、もちろん普段のみんなが使ってる問題集でもよく見かけたと思うんですけど、ずっと不定積分いっぱいやってきました。で、みんなもね、これまで練習してきてると思うんですが、ここまで培ったものが使えます。積分、定積分になったとしても、新しい積分をやってるんじゃないです。結局、積分してるだけだから。積分して、乗単と加単がくっついただけなんだよね。
つまりこれまで不定積分たくさん練習してきた人は結構すんなりいきます。これもそう。やり方同じです。sin 事乗 x っていうのは、2分の1、カッコ1マイナス cos2x。こうですよね。で、これに置き換えて積分をしていく。つまり、2分の1前に出しておきましょう。で、カッコ、これの中身をね、積分していくと、1はまず x になります。で、マイナス cos2x。cos は sin に変わる。ただしさっきと同じ。2x なんで余分に2分の1が出てくるから、2分の1 sin、2x と。で、0から π か。こうなります。まあ、ここの2分の1はね、さっきみたいに出せません。こっちも出しちゃうと、x からも出さなきゃいけないので、まあ、もちろん2分の1を無理やり出して、この中身のこっちを 2x に変えればね、帳尻を合わせればまあ問題はないんですが、まあ、これはこのまま行きましょう。で、今、この問題唯一、括弧の中身が、項が2個なんですよね。今まで1つの項しかずっとなかったんですけど、x とこのマイナスホニャララっていう2つの項があるんですが、これも気にしません。このまんま、上端入れて、引くことの下端を入れる。いいね、上端入れて、下端入れるんでしたからね。で、やっていくと、まあ、2分の1万いるんで、書いておきましょう。まず入れるよ。x に π 入れると、普通に π。こっちが sin2π、まあ、360度、sin0 と一緒だから、0か。つまり、まあ、一応書いておこうかね。0。引くことの0入れます。まずここは0です。0、引くこと、引く、また sin の0じゃないかい。こうっすね。ちょっと無理やり書きましたけど。π しか生き残んなかったね。つまり、2分の1と π をかけて、2分の 1π と。これで終了となります。いいかな？途中でも話しましたけど、今までやった不定積分、積分って新しいことはしてません。普通に積分をして、上端と下端の数字を落ち着いて入れて計算すれば、定積分は解くことができますので、まあ、そんな感じでやっていきましょう。で、次回はですね、もう一個、定積分丸2で絶対値を含んだ問題をちょっと取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。